今回はですね、医者としてやっていきたいと思います。救急隊員ですね。で、こちらも男性しか選べないみたいだ。胴体はいろいろ選べますね。アジア人。なんか、ロスサントスみたいな感じにしたいから、青色にしましょう。帽子をかぶって、サングラスもつけれるんだね。じゃあサングラスつけてやっていこう。さて、始まりましたね。病院って書かれてますね。で、いきなりなんか車両事故が発生しましたってなってます。まあちょっとその前にですね、この車両をチェックしていきたいと思います。おー、エンジンルームはこんな感じでございますね。開けたからといって何かできるわけではないんですけど。お?すごいぞ。座席もあるね。おー、こんな感じでしょうかね。これマルチプレイの時使う感じでしょうかね。で、後ろの方は、トランク、アイテム、救急箱とあとストレッチャーですね。おーすげえ。これはいいね。ストレッチャーいいね。あーめっちゃリアルじゃん。これはええな。これで患者を運ぶことができるみたい。で、持ってくると、あー自動的に収納してくれるんですね。あーここのやつらはまだ使えないのか。消火器。消火器もついてるんだね。まあ、装備はこんな感じでしょうかね。じゃあ車両事故っていうのやっていきたいと思います。これもコード3で行ってくださいということで。マップはどこだ?結構端の方でしたね。エンジンつけて。エンジン音めっちゃでかいですね。すげえでかい。ライトはこんな感じで光ります。後ろの方かっこいいですね。サイレンはいつも通り。エンジンが異常にでかいな。なんかオフロードカーみたいですね。あお!いきなり減点。マイナス5点なんですけど。さーて、どこだ?あ、いたぞ、いたぞ。車両事故です。病院に運べるか人物を調査する。なるほど。あ、大丈夫ですか?大丈夫ですか?これはどうすればいいんだ?ストレッチャー持ってこればいいんだ?ストレッチャーを持っていって。ん?走れない?ん?走れるかな?オッケーオッケー、大丈夫だね。で、こっちまで行くと。ピックアップ。あ、まずなんか救急箱で調べないといけないのか。ちょっと待ってね。よし、じゃあ救急箱持ってこよう。こちらでございますね。で、まず顔から見ていくと。検査終了ですね。まあこれただこうやるだけでどんどんなんか治療やってることになってるみたいですね。治療なのか?見てるだけなんか?じゃああとはストレッチャーに乗せるんでしょうかね。あ、なんかすげえ。おお、すげえ。あ、これで乗せれましたね。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、いいぞ、いいぞ。めっちゃいいぞ。あ、自動的に吸い込まれた。じゃあ、あとはね、救急箱を持って行って。てか、絶対さ、どっちかの運転手逃げたよね。これ完全。なんというやつだ。警察とかは呼ばないみたいですね。ただ、病院に連れて行くみたい。よし、行こう。病院に出発しますよ。病院もね、この町には一つしかないので、そこに連れて行きます。めっちゃ乗り心地悪そうな救急車だね。
さあ着きましたね。もうすぐで着きますね。ここですね、病院は。ここは入れなさそうだな。こっち側か。よし、降りたぞ。急いで病院の中に運び込んじゃいましょう。ストレッチャーを出して、よいしょ、これをそっちの中だね。 OK、 救急の患者持ってきました。あ、もう勝手に自動的に運ばれましたね。車両事故終了ですね。コード4になりました。入院ということになったみたいですね。 OK、 分かった。こんな感じかな。他にはどんなミッションがあるんだろうね。ちょっと何個かあったらやっていきたいと思います。他にもね、警察と消防もできますので、そちらの方もねやってます。興味ある方はね、その前回の動画から見てほしいなと思います。ドライバー脱出不可能ですね。行きましょう。反対側ですか。OK、 このまま先ですね。今日は車の数が少ない。全然車が通ってない。うわあ、これ消防隊でも行った場所だね。同じ感じの場所だね。消防車が到着してる。でも消防隊員がすでに扉はこじ開けたみたいで、じゃあまず救急箱を使って運べるかどうか調べるみたい。前回はですね、消防隊でね、この扉こじ開けて、あのね、調べるところまではやりましたね。で、今回は僕が調べると。大丈夫かな。検査終了ですね。あとはストレッチャーを出しちゃいます。ん？ストレッチャーの出し方、ちょっと待って、これ置いていってんのがあかんのかな。これはちゃんとしっかり直してから。で、あとはストレッチャー出して、患者さんをですね乗せます。ピックアップってすると自動的に乗ってくれると。この NPC がね、この坊主の人しかいないっていうね謎のファッションだよね。すげえファッションなんですけど。 OK、 大丈夫だね。あとは僕は病院に戻るだけと。内側から行くんかな。よしよしよし。うわ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 、引っかかった引っかかった。こうだね。まあこれどちらかというとなんかマルチプレイで遊ぶようにできてるかもしれないね。これ何人ぐらい入れるんでしょうかね。でも5、6人でやったらかなり面白そうな感じなんですけどね。病院に着きましたよ。こっから入るんだね。 OK、 着いた着いた着いた。
ストレッチャーと。よいしょ。急げ急げ急げ。早くしないとまずい。ちょっと待って、ちゃんと吸い込まれない。どういうこと？患者さんがいます。どうすればいいの？これ。バグったのかな？なんか病院から受け入れ拒否されてます。病院に着いたのに、病院の前にいるのに拒否されてるんですけど。これはどうしましょう？私にはどうしようもできない。まずいぞ。拒否されたらこの島には病院が1個しかないからな。死ぬしかないぞ、ほんまに。どうするん？ちょっと待って。拒否しないでください。なんとか入れてください。なんとか入れましょう。え？本当になんか、嘘？どういうことだ？これはまずい。こういうのは前代未聞ですね。前代未聞の出来事が発生してます。現在。なんということだ。なんということだ、本当に。わかりませんけど。なぜかわかんないけど、救急隊員殴れるっていうね。なんで？いやー、なんかちょっとよくわかんなかったですね。なので、再び、ロードし直しました。よいしょ。なんかガソリンの概念とかもあるみたいですね。この感じだと。ガソリンのマークとエンジンのマークついてますよね。で、救急車の車内なんですけど、これはだいぶ適当ですね。多分一番適当に作られてますね。メーターもぼんやりして見えないと。お、なんかまた、車両事故ばっかり起きますね。よし、もう一回ちょっと運んでみよう。今度はちゃんと受け入れをしてくれるんでしょうか。よし、病院に着いた。それではストレッチャーを下ろして、さあ今度こそ行ってくれ。なんか間違ってる？何か間違ってるんかな。僕のやり方がミスってるのかな。何が違うんだろうね。ストレッチャーをここに持ってくるんじゃないの。ちょっとまたよくわからないことになってしまいました。なんか受け入れ拒否ですね、また。どうしよう。まあ今回はですね、この救急隊員はちょっと終わりたいと思います。いまいちよくわからないですね。それではですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。